おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3564です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後もね言ったと思いますけど、今回もフレームアームズガールやっていきたいと思います。で、こちらはですね、以前一度ね立体化されたことがあるやつ、そちらの色違いとなっておりますよと。それがこちら、じゃんと。はい、こちらですね、フレームアームズガールのドゥルガーアインセーブザクイーンバージョン、こちらをねやっていきたいと思います。こちらに関しましては、以前ですね、Amazon 限定で、デュルガーアインのダークネスクイーンバージョンというね、やつをやりましたけど、そちらの色違いという感じになっております。まあ、イラスト的にもね、完全に色違いという感じでね。例えば縦の形状が違うとか、手に持ってるこいつが全く違うとかね、そういう感じもね、見られない。完璧に同じものっていうね、そちらの色違いみたいなね、そんな感じになっております。で、こちらは一般販売となっておりますので、以前のダークネスクイーンバージョンみたいな感じで、限られた場所、限られた期間以外はね、入手できないという形ではないっていうね、そんな感じになっておりますよと。で、パッケージはこんな感じ。では、横を見ると、こういうね、形になっております。とりあえず、武装状態のフロントとバックですね。で、こちらが一応、軽装形態。で、さらに横に行きましてね、付属パーツの組み合わせがこんな感じだったりとかね、なりますよと。で、こちらのところに、素組みの状態というふうになっております。まあ、デカールがね、貼ってあるか貼ってないかの違いでもね、かなり印象が変わるってね、そんな感じになっておりますよと。で、まあ、横というね、これがこんな感じになっておりまして、あと反対側がこうですよと。はい。こちら付属のデカール。それと表情パーツね、高笑いとかね、剣顔かな。それと通常顔というふうに3種類ね、あるという形になっております。なので、早速開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい、箱を開けたのがこの形となります。一応見下ろし式にしておりますよと。で、とりあえずこちらですね、白系のランナーですね。これがフロントアーマーみたいな感じかな。一応こんな感じのパーツが入ってきておりますよと。で、こちらが髪の毛パーツ、それと裏面がこんな感じになってますよね。ここの部分はバガツキとね同じ感じですね。で、多分この辺がももで前腕とか足なんで、ここはね多分今回使わないパーツになっております。で、ここに金色のねパーツが入ってきておりますよ。で、ここのところに白いやつですね。ここのパーツも、武装時のパーツの一部ですね。まあ、こんな感じだったりとかしますと。で、こちらのところに関節とかね、そちらのパーツだったりとか、ここが足首周りかな。で、そちらがね、二つ入ってきてるという形になっております。ここのところにはポリキャップ、プラス、羽みたいなやつがね、ありますよと。これが同じく2枚入ってます。で、簡易ベースが入ってて、トップパーツの中身と後ろ髪のね、一部がありましたと。あとは、ここのところにまた、先ほどね、ちょっとあったやつですね。そちらと同じようなやつだったりとか、銀色ね、こちらのパーツが入ってきておりますよと。あとは、こちらのところに黄色ね、このパーツもありますが、多分この辺のね、一部しか確か使わないと思います。で、こちらね、内部の関節系のパーツがあったりとかしましたと。ここのところには膝関節がね、こちらのパーツが、ティフィジョイント、ティアラのパーツが入ってきておりますよと。で、ここに、これ支柱ですね。それから、肩パーツがね、使うパーツだと思いますが、ここも一部使って、ほとんど残りみたいなね、そんな感じかなと思っております。説明書とか、デカールはちょっと回収しておきまして、ここに表情パーツですね。あと、塗装済みのパーツが一部ありますよと。はい。一応こちらとなっております。で、残りですね。ここのところに、腹部とかね、足回りのね、肌色パーツが入ってきております。銀色のパーツ。これ手持ちしてたやつね。武器関係といいますかね、そちらのパーツとか、あとはこちらね。ここは装甲パーツですけど、多分今回使わないね、足とかにね、取り付けてたパーツですね。あと前腕のね、アーマーパーツがね、そちらのパーツが入ってきておりました。で、あとここですね。ドゥルガーアインの時の槍といいますかね、そちらのパーツが入ってきてますね。あとは頭部パーツのね、一部とか、胸パーツとかね、こんな感じかなと。で、あとここに黄色のパーツがありますけどね、こちらも多分ね、先ほどと同様ね、つば先の一部とかね、それを使う感じで、結構残る感じかなと思います。で、ももパーツとかね、胸部とか腹部とかのパーツもありますよと。多分ここの腹部は今回使わないと思います。で、あとクリアパーツですね、スカート周りとかね、そちらのパーツがあったりとかします。魔法陣エフェクトですけど、台座としても使えるのかなみたいなね、こんな感じのパーツが入ってきておりますと。で、ここにさらに、胸部パーツがね、スカートパーツもありますけど、多分これも、ここの部分だけ使ってとかね、そういう感じじゃないかなと思います。で、銀色のパーツね、これボディーパーツ一部とかが入ってきておりますよ。銀色ね、連結用のブロックパーツみたいな、そんな感じのパーツでした。で、あとは手首パーツは切り離し式。
あとこちらねクリアパーツ、ベルト状のパーツがあったりとかしましたよと。であとはここにねクリアパーツがねありますよね。この辺もですねランスの一部とかねなっておりますかね。こちらのパーツがね連結用のパーツが黄色のパーツ、これは多分使うねモモパーツの一部でしょう。あとは奥にねこんな感じありますが、これのねボックス状のパーツ、これが今回のねパーツですね。ただこれに関しましては、まあ先ほどもね言ってる通りダークネスクイーンバージョンの方の色違いとなっておりますんでね、基本的に構造は全部一緒ですね。違いは色だけという感じになっていると思います。一応ランナーはこんな感じになっております。でデカールがですねこちらにねありまして、瞳デカールも入ってます。黄色のねラインのデカールが入ってきておりましたと。あとは説明書ですね。説明書がねかなり分厚いですけど一応こちらと、フレームアームズガールドゥルガーアインセーブザクイーンバージョンとなっております。中身に関しては、まあこれ注文表ですね。これがありまして、まあ一応こんな感じですよと。こちらのでっかい杖というかね、こちらの部分に魔法陣エフェクトをね、くっついてますね。一応こんな感じと。で、まあドゥルガーアイの説明がありますよ。ランナーのね、お話とパーツの切り離し方法が載ってきておりますと。で、ここですね。ランナーリスト、グレーの部分は使わないパーツとなっておりますよと。はい。こちらもね、続きがありましてね。まあ結構使わないパーツが多いのかなってね、そんな感じですね。まずは頭部から作っていきますよと。で、ここですね。セーブザクイーンバージョンにはなってますけどね。ちょっと色合い的には、ダークネスクイーンバージョンになってますね。で、説明書の方の上にも載っておりますけど、塗装完成品のフレームアームズガールドゥルガーアインダークネスクイーンバージョンを使用しておりますと。なので、画像的にはダークネスクイーンバージョン。仕上がりに関しましては今回のセーブザクイーンバージョンになりますよと。なので、ここでね、ちょっと違和感を感じるかなと。まあ、とりあえずこういう風に作っていきますよと。まあ、頭部とかね、作って、ボディとかね、足とか、そんな感じでバーッと作っていきますよと。はい。とりあえずこんな感じでね、足回りが出来上がりましたら、あと組み合わせていって、これでとりあえず本体ですね。で、ティアラなしとかね、そちらが出来上がると。で、その状態からパーツをね、一部組み替えとかね、やっていきまして、追加パーツ、スカートとかね、この辺を作っていって、組み合わせていきますよと。そうすると、セーブザクイーンバージョン完成と。まあ、ちょっと写真がですね、ダークネスクイーンなんで、ちょっと違和感あると思いますよね。とりあえずこれで完成すると。で、その状態からさらにですね、ロット、こちらの組み立てとかね、あとはシールとかね、こちらね、組み立てとかを進めていきますよと。それから展示ベースとかね、魔法陣エフェクトとかのお話がありましたと。あと装飾パーツとかね、こんな感じと。で、まあこれが終わりましたら、計装モード、で、さらにパーツをね、組んで、組み付けていくことによって、ドゥルガーアインとして完成させることができると。まあそちらの武装モードでカラーリングとしてはセーブザクイーンバージョンという形になるっていうね。まあとりあえずねこちらがね完成すればおしまい、おまけパーツみたいなねそんな感じになっておりましたよと。まあこの形にできるっていうね、ドゥルガーツバイのね一個前みたいなねそんな感じの雰囲気でまとめることができるのかな。はい。一応内容としてはこんな感じになっておりますよと。まあ説明書にもね書いてあった通りですね、ダークネスクイーンバージョンの完全なる色違いというふうになっておりますので、組み立て作業はすべて省略。なので、とりあえず素体状態、あとその辺のね、武装パーツを用意していきたいと思います。それから、いろいろ組み替えとかね、やって、完成した状態だけね、見ていきたいと思いますんで、ささっとですね、パーツ式ざっと用意してしまいたいと思います。はい、組み立ての方が終わりましたよと。とりあえずこんな感じでね、全パーツ用意しておりますけど、以前紹介しましたダークネスクイーンバージョンと同じということで、こんな感じで用意してると。ただですね、スペース的に収まらなかったので、この辺のね、ちょっと小物ですね。これがちょっとね、漏れておりますけど、これで全パーツという感じになっております。で、大きい違いはないんでね、ざっくり見ていきたいと思いますけど、とりあえずこちらの素体モードの方ですね、こちらの方を軽く見て、それからこちらを行きたいと思います。で、その後にこちらというふうにね、行きたいと思っております。とりあえず台座の取り付け位置とかね、まあシリーズ共通のお話もね、合わせてやっていきたいと思いますよ。とりあえず正面がこんな感じかな。で、横ですよ。後ろ。反対側、そして上というふうになっております。で、とりあえず今回ですね、こちらね、ティアラバージョンで作っておりますけど、これじゃなくてね、こっちのリボンパターンにすることもできるというふうになっておりますよと。あとは前髪パーツとかね、表情パーツもそれね、合わせてやっていきたいと思いますが、とりあえず稼働に関しましてはね、ドゥルガーアインとね、ドゥルガーツバイ、そちらね、基本的に同じとなっておりますよと。とりあえず後ろ髪ですね、この部分を跳ね上げることができるんで、こういうふうに稼働させましょうとかね、首元のところでグリグリ動かすことができます。ただ、ここですね。根元の部分の可動に関しましては、左右の可動と内部機構での前後ですね、となっておりますので、首自体がグリッと回るわけではね、ないので、
ここの部分がね固着してるからといって無理やり動かすと中身がねバキッと壊れてしまいますんで、そこは十分気をつけた方がいいでしょう。一応これでグリグリ動かすことができます。後ろ髪の跳ね上げとここの部分に関しましてはこういう風にねジョイントが入っておりますんで、こういう風に動かすことができると。ただここですね、合わせ目部分みたくなっておりますんで、ここの部分がね緩んでくるとスポスポ抜けるんでね、ここはね合わせ目削るようなイメージね、しっかりと接着ねしておいた方がいいでしょう。あとは中のジョイントですね、ここの部分も刺さってる部分がねあまりにも硬い場合、ここがね抜ける原因になりますんでね、根元の調整とかはしておいた方がいいと思います。あと腕に関しましては根元でグリグリとかね、二の腕のロール、肘の曲げ、手首パーツの可動がね、これに関しましては従来と同じ感じ、ボディとかも一緒と。でここもですね首と同じような感じでね、中身の機構としては引き出し機構とかねこの可動がありますけど、ここも下手するとバリッといっちゃう可能性があるんでね、あまりにも渋いからといって無理やり動かすのは全部厳禁という感じかなと。あと髪の毛パーツのもみ上げっていうかね、この部分も同様の機構になっております。股関節部分の引き出しとね足の内部のところの可動がねここもありますが、ここも渋い場合は壊れるんで気をつけましょう。もものロールと膝の曲げですね。であとは足首パーツの可動と、でつま先も可動してくれますよと。一応クラッシュでこちらをね武装モードに組み替えるときにはどうしてもですね上のここのももパーツ、これをですねこちらに変える関係でね左右で分かりづらくなると思います。一応平らな面ですね、こっち側が外になるようなイメージ、内側がねちょっと膨らみますんでね、それで判断する形にはなると思いますけど、左右の判別がね簡単にできるね中身ですね、影になってしまうねこういうところにね LR の刻印をね打っておくとかね、対策はしておいた方がいいと思います。足首も同様ですね、基本的に構造は同じなんで問題はないんですけどね、左右をはっきりさせたいのであればこういうね軸のところに点を打つとかね、右足は赤、左足は黄色とかね、色で判別するとかね、そういうのはね対策しておいた方がいいと思います。基本的な可動範囲はこんな感じでしたと。で台座に関しましてはここですね、こちらの部分に組み付けていきますよと。ここも基本的に同じ、ただまあちょっとね支柱もかなりギリギリのね長さになっておりますんでね、ここはまあフライングベースをね用意しておいた方がいいでしょう。あとは後ろのこちらのブロック、ここの部分っていうのも支柱で取り付けたりとかね、他のパーツ付ける関係で脱着の際にねこのパーツスポッとね抜ける可能性があるんで、外れやすい部分はね接着しておいた方がいいと思います。はい、一応基本的な可動範囲はこんな感じでございましたよと。ではですね表情パーツのお話、それとこちらですねティアラとかねこういうのをつけないパターンの髪の毛パーツのね交換のお話を軽くしていきたいと思います。表情パーツは今ついてるやつ以外に2種類ありますよ、こちらとこちらというふうに2種類と。でもともとね今つけてるこちらが正面目線で、こちらは左目線ですね。でこいつは右目線かつ見下ろしみたいなね感じになっておりますんで、かなり特殊ですね。でこちらの表情パーツに使っているデカールというのが今回付属してるやつとねまるっきり同じとなっておりますので、今回付属しているデカールでね貼り替えて、こちらのパターンのね見下しの左とかね下とかね、そういうような組み替えができないので、ここはちょっとね惜しいかなという感じですかね。まあ一応この辺で表情パーツね付属してきておりますよと。で交換に関しましてはまあ前髪パーツ外しましょうと。で今ついてるやつ外してこちらにしようかな、これねそのままスポット差し込んであげて、あとは前髪をね組み付けてあげればこんな感じで表情パーツの交換ができると。あとは前髪パーツに関しましてはね従来と同じで、まあこれとね同じ感じで外してあげて、こちらにね差し替えてあげればこんな感じでティアラとかね装飾品ない状態の前髪することができるという感じになっております。ここのパーツ自体もねこういう風に外してあげてリボンパターンにすることもできますんでね、こんな感じで交換が可能と。こちらの根元のブロックですね、ここの部分ももし外れるようだったら接着しておいた方がいいと思います。こちらとかねティアラとかねこちらに変えることがね頻繁に起こるんであれば接着ねしておいた方がいいと思います。まあ一応こんな感じでございましたよ。まあこれが基本的な可動範囲みたいなねそんな感じになっておりました。なのでこちらのですねまず武装状態組み付けやっていきたいと思います。まあ組み方に関しましては以前紹介しましたドゥルガーアイン、あちらとね同じなんでね組み方は省略してしまってさっとねつけてしまいたいと思います。はい、武装モードになりましたよと。まあ組み付け方に関しましてはね先ほども言った通り以前紹介しましたねドゥルガーアインとかねダークネスクイーンバージョンと基本的に同じなのでねこういう感じになっておりますけど、感覚的にはねドゥルガーツバイのちょっと前みたいなね、これからドゥルガーツバイになりますよみたいなねそんな中間形態っぽく見えるかなと。でまあ当然ながらなんですけど色合いがやっぱりどうしても足りないと。説明書のね一番最初のページにありますね完成例っていうかね、それを見る感じでもここの部分に金のラインがね入ってるとかね、この縁の部分も金だったりとかね、
いろいろね、足りない部分が多くありますんでね、そこの部分を補うようにね、ちゃんと塗装してあげるとさらに良くなるかなと。それと、ここの金のパターンとね、ボディーパーツのこの金がね、まあ、若干色が違うんでね、そこの部分の差もね、統一するようにした方が、まあ、さらに良くなるのかなっていうね、感じだと思いますけどね。とりあえず、こちらね、武装状態組んでみましたよと。で、まあ、この状態だとね、武装品がね、いつもの槍、あとは組み替えてね、二つの武器にすることができるというギミックはありますけど、ちょうどここにですね、盾があるんで、これをですね、腕につけてあげてね、こういうような装備にするとかね、今つけてる、こちらね、ランスをやめてしまって、別途ですね、エクスカリバーみたいなね、西洋タイプの剣というかね、そちらをね、追加で装備させてみるっていうのもいいのかなと思いますね。そうするとね、かなりね、印象も変わって、バランスも良くなると思いますんでね。まあ、イメージ的にはね、こんな感じでつけることができましたと。軽く外観いこうかなと。とりあえず、正面がこんな感じですね。で、横ですよ。後ろ。反対側と。一応こんな感じになっております。まあ、とりあえず台座に関しましてはね、今こちらのね、付属のやつ使っておりますけど、まあ、安定感にかけるとかね、まあ、あまり気に食わないっていう人は、こちらね、付属のやつはやめてしまって、フライングベースにした方がね、いいと思いますけど、一応こんな感じ。まあ、ここにパーツがあることによってね、こちらのね、ランスもしっかりとね、構えることができるというギミックはね、共通でありますんでね、これは非常にいいと思いますね。はい、一応こんな感じでございましたよと。では最後にですね、今回のセイブ・ザ・クイーンバージョンにしていきたいと思います。そちらに関しては、今組み付けたばかりのこちらの武装パーツは全部外します。最初の素体状態まで戻しますと。で、スカートパーツはね、この辺のパーツも全部こちら専用という感じになっておりますんで、共通パーツはね、ありませんので、素体まで戻してしまって、こいつを組み付けるという形になっております。ここの部分に関しましては、ダークネスクイーンバージョンでやっておりますんでね、そちらをね、見ていただきたいと思いますんで、ささっとですね、組み替えやってしまいたいと思います。はい、組み替えの方が完了しましたよと。とりあえず、シールドに関しましては、前腕にね、直接付ける形にしておりますけど、グリップで保持させることもできますし、グリップを持った状態で横に取り付けることもできるという感じになっているのはね、ギミックとしては同じになっておりますんで、まあ、選択式ですよと。まあ、グリップを持ってね、保持させてもいいんですけど、手首パーツに負担がかかるのと、結構厳しい感じがするんで、こういう風にね、マウントした方がいいのかなと。まあ、グリップを使ってマウントするんであれば、今使っているロッドですね。こちらのサポートアームみたいな感じでね、シールドに関しましてもね、補強パーツっていうか、それがあった方が良かったようなね、気がしますけどね。以上、こんな感じ。それ以外の魔法陣ですね。それの大きいやつとね、小さいやつって、こういう風にありますので、まあ、この辺もね、組み合わせて楽しむことができるよと。こちらですね、これを直接つけることもできますし、裏面にね、穴がありますんで、今使ってるやつとね、同じようなピンがあるんでね、これを使って連結させることもできますし、これ自体をいろいろね、重ねてね、多重にね、してみてもいいかなと思いますね。まあ、一応ね、組み合わせとしてはこんな感じでね、いろいろ楽しむことができると。あと、それ以外に装甲パーツですね。こちらがね、こういう風にありますよと。一応付属してる分組んでおりますけど、こんな感じでね、裏面で連結しておりますんで、このところでね、アームを使って、一緒にね、ディスプレイすることが可能と。ただ、それに関しましては、台座系はね、ついてきておりませんので、別途用意する必要性がありますと。あとは、こいつも同じですね。装飾パーツ。まあ一応これね、ありますけどね、こちらに軸があるんで、これをですね、利用して足とかね、スカートパーツの前面とかね、ハードポイントにマウントすることができるというギミックは変わっておりませんよと。一応ね、内容としてはこんな感じ。なので、以前紹介しましたダークネスクイーンバージョン。あちらのですね、完全色違いという風になっておりますので、以前はですね、Amazon 限定で入手がね、できなかった方もね、ようやっとこいつがね、一般発売されたんでね、入手しやすくなったのかなと。ただ、惜しいのは、あちらのカラーの方が良かったっていう場合には、あれをなんとかね、入手するしか手がないっていう感じですね。なので、塗装派のためにも、特典パーツとして、このクリアパーツですね。こちらの青いパターンではなく、透明なやつがね、もう一種類ね、ついてた方が、以前入手できなかった人のためにもね、良いんじゃないかなと思いますね。多分、瞳デカールとか大して変わってはね、いないような気もするんですけど、まあ、ハイライトが入ってないとかね、そういう違いはあるのかもしれないですけどね。基本的には、色違い。なので、塗ればなんとかなるかなと。ただ、どうしてもクリアパーツがね、この形になっててね、どうにも対応できないんでね、透明なやつがね、ついてればね、さらに良かったかなと思いますがね。まあ、このシリーズっていうかね、こちらに関しましてはね、やはり、素体モード。それから、こちらのセーブ・ザ・クイーンバージョン。そして、武装モードというふうに組み替えからね、できますしね。クリアパーツを採用してるんで、非常に見た目もいいしね。そういう辺に関しましてはね、非常に良いんじゃないかと思いますね。ただまあ、せっかく一般販売でね、こちらがね、出たということで、ちょっとここの部分、組み方間違ってますね。まあ、それはいいとしまして。せっかく、ドゥルガツバイとかが出てるんで、他のやつの髪型がね、入っててね、今のこちらの、ノーマルとね、同じ形ではなく、ポニーテにできるとかね、今回のこちら限定のね、ツインテにできるとかね、
別な髪型がねついてればねさらに良かったかなって思いますけどね。まあこれこれで良かったと思いますんで、気になった方はねチェックしていただきたいと思います。はい、ということで今回ですね、フレイブアームズガール、ドゥルガーアイン、セーブザクイーンバージョン、これをね紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回もですねまたプラモデルを作っていきたいと思いますが、とりあえず今のところどっちにしようか悩んでるんでね、まあ何かしら公開しますって見ていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。